イワサザイカは、鳥類スズメ木ザイアモクの唯一のトガである。小人ザイカゼニシデイとも呼ばれるが、小人ザイ属テシアとは、無関係である。イワサザイと総称される。サザイとは、味噌ザイの古名である。英語名ニュージーランドレンにもレンが入っている。しかし、味噌ザイカとは禁煙ではない。すべて、ニュージーランド固有種。全長80センチメートル。 翼は短く、足は長い。くちばしは細くまっすぐで尖っている。森林、寒木林の地上焼きの絵で、昆虫、雲などを食べる。岩や幹の裂け目に巣を作る。鳴管が両機還しにあり、内在筋がない。これらは他には、大乱調暗木の一部にのみ見られる特徴である。スズメ目の中で最初に分岐し、残りのスズメ目全体と、姉妹群である。 そのため現在は単独で岩佐材やアカ阿寒佐時代に分類される。歴史的には19世紀以来、アメイキン類に含められていたが、1970年代からメイキン類に近いとする説など様々な説が現れた。二族四種が属するが、二種は近代に絶滅し、二族二種のみが厳生する。ありがとうございます。